大人のご覧の皆さん、こんにちは。 T スクエアの安藤正弘です。4月28日に、T スクエアの6枚組 CD プラスブルーレイ、合わせて7枚組のボックスが発売になります。クレムデュラクレムエディションスペシャル特別編ザスクエア T スクエア1978-2021作編集が発売されました。すごいですね。今日はパッケージの中身を取り出していく開封の儀に、お声掛けをいただきまして、早速 T スクエアのその最新ボックスを開封していきたいと思います。やってみようかな。いいですか。はい、これが、その締めて7枚組になるボックスでございます。では早速開けていきたいと思います。実はこれを見るのは僕今日が初めてでしてですね、こんなにでっかいんだと思ってびっくりしましたけれども、こんなね立派な箱に入ってるわけですね。まず最初のですね、このパッケージがですね、マサヒロ&ワークス、ここに、私の作編集、43年やってますんで、僕だけなんか2枚組になってるんですね。ちょっと特別扱い。これはなんか、怪しい裏の動きがあったのかもしれません。そしてディスク3が広高泉ワークス、ね、泉くんの作編集でございます。そして、ディスク4ひろゆきのりたけワークスのドラムスののりたけくんの作編集。のりたけくんって実は結構曲書いてる。彼はコードとかよく分かってないんですけどね、すごい、なんでしょう、感覚ですかね、センスが素晴らしい。そして、ディスク5、ベースの須藤充くんの、作品集でございます。最後にディスク6、坂東聡ワークス、もう今やスクエアにはなくてはならないドラマーでございます。そして、最後に、これがですね、今年の4月4日に行われました、ザ・スクエア・リユニオン・ファンタスティック・ストーリー、ブルーノート東京でのライブを収めた、ブルーレイになります。ちょうどこのライブをやった1月後ぐらいですかね、突然泉くんが亡くなりまして、だから僕が泉くんに会ったのはこのステージが、ね、最後だったんですけども、まあびっくりしましたね。この時に、まあ、そんなことになるともう夢にも思ってなかったので、まあだからこの映像も泉くんとしての最後の作品になるんだと思うんですよ。でこのなんていうんですかね、作品泉くんの、作曲集もこれ彼が選んだんですけども、まあ、それぞれ皆さんが自分の判断で選んだベスト版になるわけですが、まあ、彼の最後の仕事になるんでしょうかね。まあ、そういうこともあってこういう企画ができて、こうして作品としてね出せるのはすごく良かったなと今にして思いますけれども、でなんかね、こんだけまあ7枚組なんですけど、他にもなんかいろいろ写真集とか入ってるのかなと思ったらね、これしか入ってないんですね。何の写真も入ってないんですね。ちょっとケチったんですかソニーは。ちょっとわかんないんですけど、でこれが何かと言いますとですね、それぞれの楽曲をなぜこれを選んだとかね、その楽曲にまつわるなんかその作者の思いが書かれてるわけですよ。でこれ僕知らなくって、これは読みたいなと。ただ今老眼なんでね、
読めないんですけど何書いてあるか。でもこれ読みたいですよね。ね、例えばその泉くんのオーメンズオブラブがどういうあれだったのかとかね、宝島は何のあのね、彼にとってどういう曲だったのかっていうのが書いてあるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、そういうね、これがあればね、これはぜひ皆さんに読んでいただきたいなと思いますけども、まあ、なんで僕がこう皆さんどういう視点で選ばれたかわかんないんですけども、僕がこの選んだこの二十何曲っていうのはですね、まず第一に人気曲って言いますかね、ステージでやってても受けがいいとか自分たちもやってて楽しいとか、別に僕らほらヒットチャートを賑わすバンドじゃないので、ステージがやっぱり主な、ね、お仕事になって、そこでどう感じるかっていうことでその曲が受けがいい、あこれは人気があるっていうのが判断されるので、まずそれが一つで、もう一つね言いたかったのはこれは入ってないだろうっていう曲が入ってるんですよ、1曲だけ。これは Spotify とか iTunes Music で探しても出てこなかった。でこれを真っ先に僕思いついて家中探したんですよ。確かこのシングル版があったはずだって探したんですけど見つかりませんでした。で社長に探してくださいっつって元のね、あれなんて原版っていうんですか、マスターテープ探してって言ってソニーにお願いして探していただいたんですよ。もうだからもう昭和初期 の戦争ね、第二次世界大戦終わった直後ぐらいに作ったものだから、もう残ってるかどうかも分かんない、今のは嘘ですけど、それぐらい古いやつ見つかりました。なので入ってますんでね、作品としていい出来かどうかは別として珍しいぞと、珍しいのが入ってます、みんな買ってください。そんなわけで以上 T スクエアの安藤正弘による開封の儀でございました。皆さんはぜひねこれをご購入いただきまして、音楽映像をじっくりとお楽しみください。安藤正弘でした。ありがとうございました。